22ジャンプストリートは2014年のアメリカ合衆国のアクションコメディ映画、同名テレビシリーズを映画化した21ジャンプストリートの続編。主演はジョナヒルとチャニング・テータム、監督はフィル・ロードとクリストファー・ミラーと、前作と同じスタッフキャスト。日本では劇場未公開。前作の事件を解決した警官シュミットとジェンコの二人は、ある大学で起きた、 麻薬事件を捜査するため、その大学への潜入捜査を命じられる。だが、ジェンコは、花形のアメフト選手となって活躍。シュミットは、女子大勢と恋仲になり、二人ともミッションを忘れて、キャンパスライフを謳歌し始めてしまう。カッコ内は日本語吹き替え批評家からは、大ね高評価を得ている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、 主演スター二人のブロマンス的ケミストリー、そして前作をとても楽しいものにしていた間抜けデキの聞いたユーモアが一段と増した22ジャンプストリートはオリジナルに改良を加えている稀な続編である。であり、220件の評論の内高評価は85%に当たる186件で、平均して10点満点中6.96点を得ている。メトクリティックによれば、 46件の評論のうち、高評価は38件、賛否混在は8件、低評価はなく、平均して100点満点中71点を得ている。ありがとうございます。